はい、続いてご紹介していただくのが春ギフトにぴったりな食品シリーズになっています。こちらシェールというシリーズですね。はい、こちらのご紹介をお願いいたします。はい、毎年人気のこの春のギフト、はい、まあ、歓送迎、うんうん、それから、まあ、母の日、まあ、春結構ギフト需要が多いじゃないですか。はい、でそうなるとやっぱり花とメッセージっていうのが鉄板でございまして、確かに前回あのリガーズというシリーズがありまして、はい、そこがあの、まあ、年間で一番売れたシリーズ、それの、まあ、この SS 出る新しいアップデート版と思っていただければなと思っております。で、アートに関しては見ていただくようにちょっとあの筆でちょっと重厚な感じで描いているもの、でそこにちょっと金箔を乗せてこう質感をこう高めたようなアートになってます。光沢感があってリッチな感じが増し増しになりましたね。そうですね、そこはやっぱお客さん結構、まあ、喜ばれるのでそこを重点的にアートでこう展開してます。なるほど。はい、であとポイントとしてはこのピンク色の方なんですけども、これまあ通常、まあ、ありがとうと書いてあるものは結構多いんですけども、はい、ありがとうございますまで書いている商品ってなかなか市場になくてですね、やっぱりここまで綺麗なのはないですね。そうなんです。であの歓送迎ですと、まあ、例えば目上の方に差し上げるのにも、まあ、ありがとうだとちょっと失礼になってしまう場合でもありがとうございますだと、まあ、非常に使いやすいというところだけはいただいております。もう本当こう目上の方へのギフトはもちろんのこと、はい、もうあらゆるギフトとして歓送迎から母の日まで、はい、春ギフトとして展開できる商品ということですね。そうですね、もうここは本当に年間ずっとあのどのようなあのイベントにも使っていただけるというふうにお客様からお声いただいているので、まあ、ちょうど2月からデリバリー開始しているので、はい、ここも豆乳の数がすごいです。お、はい、で安定需要の商品ですね。そうなんです、スーパーデリバリーさんもかなりご予約でここら辺はつけていただいております。まあ、本当実需といったらあれですけれども、本当のニーズの時期になると完売になってしまうので、はい、早めに展開されることがおすすめですね。なるべく完売にならないように頑張ってるんですけども、まあ、結構本当評判いただいてるんで、まあ、早め早めに気にかけていただければ助かります。ありがとうございます。はい、